はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファークライプライマル。ティンサイからまた血液汁、プラス、ウダムの目ん玉2つトッピング入り を飲まされて、またこのイカれた世界にやってきてしまったところからやっていこう。石の女像を見つけろ。またマップも武器も何も出せない。走ることもできない。地には一体何の力が働いてんのか。寒さはね、石器時代で寒さなんて来ちゃったらもうどうしよう。ちょっとさらけ出されてるけど、いろんな部分触るな、触っちゃう。待って待って、なんか持ってる。なんだこれ。釘棒、なんだこれ。これ以外には何もない。なんか体力ゲージ増えてないか、なんか随分。氷河期。紀元前の氷河期か、これ。これ、あ、待って。やってきた。ほら、強っ。氷みたいに砕ける。あ、強い、これ。ほら、おいしょ。ルーダムだな。ほら、よいしょ。いてて、おれ。これ投げちゃうとまずいもんな。ほら、見てて、てたくさんいる。ほら、あら、こいつも、あなたも、そこのあなただもん、こいつも。まだたくさんいる。おお、氷河。おおおお、なんだなんだなんだ。道ができてってる。あれが石の女ぞ。あー、どんどん逃げていく。おお、いたいたいた。なんだこれ。おお、どこまで行く。敵が出てる。ちょっと投げてみたいな、これ。はい、あ、いくらでも出てくる感じか。ほら、いたいた。ちょっと待って、体力すげえ減ってる。ちょっと待って、これ自動回復な感じか。隙をついて進んで、敵がいたけどセーフ。あー、ウィン敵いる。じゃあこれ投げないと。ほら、ここ隙を見て近づかないと。ん、近づく。窓奥行く。ここが最後か。みんな凍ってる。あ、凍ってるけど解凍した。おお、おお、窓開いてる。よいしょ。ほら、なんか強そうなやつ、強そうなやついる。そんなに強くない。
投げる。よいしょ。あ、ちょっと硬いな。よし、おお、まだ来る。結構来るな。交代しよう、ちょっとずつ。ほら、どんどんコンボぶん投げるぞ。ほら、まだ湧いてくる。無限コンボは全員硬い。いてててほら。さあ上のやつをやんないと。ん、なんだあれ、敵だよな。こっち、あいつも。うわ、全部やった。石の女像はこれ以上進めない。オッケー、破壊。森のビジョン完了。ああ、戻ってきた。ワイフター。うえ、バーバフェタール、パールパールフウダンファクウィン。弾を入れすぎたか、足りなかったか。シュンタダブダブガライタ、ウダンバージャン。スラッシュ、スラッシュ、ヤギスサルタ、スワールガ、マルマーリ。マクワディ、ウダンシャスクワンニスラッ。またドリンク用意してんだけど。マスープネアバージャン。ウ、ウダン、ウダンプラハガルプティ。あ、朝に会った。おーし、スキルもゲット。ん、ビッグダルは砦、砦だ。砦あるんだ、紀元前の世界。そしてサイラにアイコンが発生してる。サイラ、タパチャムタタカルウィンジャワンタルシャスカウヒムシャラマシワイチャイハトラワナパルフサシュワリムフハヤウカウヒワイダトゥササクイ。食料探しに行ったけど帰ってこない。場所はここか。おー、どうしようかな。なるべく近くのところから消化していきたいんだが、こっちハードなんだ。ノーマル。中央部分から北もしくは南に離れれば離れるほどどんどん敵とかが強くなっていくと。キャンプファイヤーとかがあって、キャンプファイヤー、条件よくわかんないけど、ファストトラベルできるようになってる。ウォガーやろうかな。グラップルクローで崖登って、ワシの巣から希少な羽を集める。難易度ハードだけど、これやってみよう。さて、じゃあ、おっと待って。ごったごた。起こったことはだ。はい、ちょっと、はい、よいしょっと、起こったことは完了。待て待て待て、今度なんだ。
狼？あ、違う、あっちにもいるのか。ほら、これで OK？ OK、村人1人増加。さあ、じゃあ、目的地設定して、僕が。あれは仲間か。仲間じゃない。いけ。痛い。何？ちょっと。ドール。こっちも倒した。で、もう崖に近いわけだけど、すげえ崖だな、これ。これ、どうやったらそこ行くんだ？え、未知のロケーションがある。発見、イーグルクライピーク。すごいな、これ、景色。オロスの頂上。人死んでるけど。グラップルクローを使って障害物を飛び越えろ。飛び越えると簡単に言うがね、どこをグラップルできる。あそこか。ウォーガーのために崖を登って希少なワシの羽を探せ。まずグラップルできるところを探さないと。あ、もうすでにあそこに巣があるけど、鳥に襲われそう。こうグラップル、ターザンして外す。ここもグラップル乗って。野球だな。こっち登る。4つ。どこ登れる？グラップル？グラップルあの上できそうだけど、こっちだ。さあ、巣があったが、羽ゲット。希少な羽。おっと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 。それ襲ってくるよな。ダリーのここなんかありそうだけど、壊せた。ん？ん？ヘビ。赤ヘビ。まだいる？まだいる。赤ヘビオッケー。うわ、真っ赤っか。ユーチーシー。これ特になんもない。赤ヘビからは何も取れない。さて、ここグラップル。できてない。グラップル登れない。引っかかってる。ちょっとどこにあるんだ。これか。どっか見逃してる。見逃してない。これジャンプか。ジャンプ。おお、アップない。あ、待って、わし。あ、危ない危ない危ない。回復。落ちる。あ、羽あった。羽ゲットして、
で、ここグラップルして、連続グラップルだ。グラップル。グラップル。と、勢いをつけて、グラップル。で、勢いをつけて、勢いがもう少しつけて、待って、おっと、落ちたかと思った。登って、はい、羽ゲット。もう一個上だ。ここで襲われたくない、ここで。てっぺんか。てっぺんだね。危ないとこだけど、ここ随分と。これだね。高い高い高い。はい。ゲット。戻る。水に飛び込む。おーい。水に飛び込め。OK。よいしょ。おお。OK。オロスの頂上完了。なんかまたゴタゴタやってそうな声が聞こえるけど、動物に襲われてる？違う、敵だ。いた。痛い。OK。届けてあげる必要がある。で、クラフトができる。矢筒アップグレード。これで矢筒はマックスで、スキルが2ポイントあるから、しゃがみの移動スピードが増加。ステルス必須だね。覚えて。さて、どうしよう。じゃあ1個だけ拠点のダッシュに行こう。どこダッシュしようかな。ここだな。ここをダッシュしに行こう。じゃあまずここまで。はい、ごたごた起きてますよ。もう夕暮れ時だっていうのに。捕らえよう。ん？何と戦ってる？いた。あーあ。おい。あ、燃えてる燃えてる燃えてる。暗くなってきたな。あ、暗い。松明つけて。待って、なんか違うやつがいる。待って待って待ってな、ウィンジャーよ、ウィンジャーが。逃げてる逃げてる。あ、追いかけてった。追わないで、もう目的地を目指そう。あ、そこにいる。ん？なんだその走り方は。はい。これウダムか？こいつらは。あー、動物が来てる。さあ、目的地に近づいてきたが、いつの間にか希少なブラックライオンが負傷中。復活させよう。復活させるときにこの赤の歯っていうのを使うとなぜか復活ができる。夜は動物が活発だな。さて、袋偵察。まずそこに一人いた。なんかウダムっぽくないな。ウダムっぽくないが、ウィンジャーとか言ってるな。
全部かこれで。小屋の中にいそうだけど。今夜だからな。高いとこから見下ろしたい。あーっと、見つかる見つかる見つかる。もうちょっと上登るか。はい、まずそこにいるやつをこっちに誘導しよう。あれ来ない。賢いのか、動こうとしない。あ、赤いやつが起き始めた。警戒してるな。こいつもうちょっとこっち。やれそう。隠れちゃってる、木に隠れちゃってる。ここ。固めの鎧ついてるのか。あ、頭に刺さってんのに。硬い。え、すげえ硬い。槍。嘘、超硬い。よし、倒した。ライオンが。やたら硬かったぞ、今の敵。の回収して。小屋の中には誰もいなかった。はい、と申します。で16分の4。さあ、またポイント得て3人の住民増加。ここなんか飛び降りれそうななんかところになってるけど、敵もなんかどんどん自分の村から離れることに強くなってってるから、もっと目いっぱい武器の強化していく必要あるな。じゃあ今回はここまでにしよう。もう最初のマップに映ってた知恵のある人物たちはみんな村に来たんで、もう少しこのマップ埋めてって、拠点確保も行ってって、この人たちの、砦気になるけど、まあ身近な人物からどんどん、クエストを進めていこう。じゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。